笑ったり喧嘩したり気が抜けない。 Everyday going now。 さあ今日はどんなことが待ってるだろう。僕たちのスペシャルデイ。息を切らし悲しい番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。びっくりしたのはこっちです。ノックぐらいしてください。マナー違反ですよ。ちゃんとしたぞ。返事がないし、しょうがないから入ってきたんじゃないか。で、何の用なんです？いや、そろそろテストだからな。改めて勝負を挑みに来た。タキシマ、今度こそ必ず勝つ。まったく、あなたという人は、いいでしょう。ただし、今回俺が勝ったら、光の一日を俺にいただきます。言ったはずです、遠慮しないって。言ったはずです、遠慮しないって。遠慮しないだとか、一日よこせとか。なあ、わけがわからん。光り、どうしたんだ、アキラ。大変、大変なのよ。高級ダージリンなのに粉々で瞬間接着剤がゼリーにならなくて、ぐちゃぐちゃ食器でガラスが痛たて。あ、うちで何を言ってるんだ。とにかく来て。私のバイクが突っ込んだ時の修理も終わったから、今日は光に一番いいお茶を飲んでもらおうと思ってたのに。幸い昨日は誰も残ってなかったから怪我人は出なかったけど。ミステリーだなこれ。おっ、一言かあんたは。一体誰がこんなことを。学校の中にはいろんな人がいます。タキシマ、少なからず俺たちSAを嫌っている者もいるということですよ。いろいろ考えても仕方ないさ。とりあえず掃除をしよう。光、悪いがほうきを取ってきてくれないか。このままじゃ危ないしな。ああ。SA
SA が嫌いか。そうだな、他のクラスは普通の学校と同じなんだ。 SA は、あ、 SA の花園さんだ。掃除ですか？私やります。 SA の人にそんなことさせられません。ほうき貸してください。待てよ、私はそんな。あ、そうだ、写真いいですか？え、今私たちの間で流行ってるんです。SA の人と一緒に撮った写メ持ってると成績が上がるって。うわー、ずるい。私もいいですか？あー、私携帯教室だ。そんなの違うだろ。え、いい加減そういうのやめろ。 SA とか関係ない、私たちは普通の。普通のってことはないだろう。お前は。ああ、おかげで今まで定額食らってたよ。一休みしてお茶にしましょう。一番安いお茶と一番安い食器だけど。おお、高そうな食器じゃねえか。これが高級品に見えんのか、おのれは。何を考えているのですか、竜。冷静に願いますよ。なんだ、そんなにガラスを危なっかしく拾っていたかい。そういうことを言っているのではありません。気持ちはわかりますが、くれぐれも自重してください。ああ。ふざけるな。お前、言っていいことと悪いことがあるぞ。しかし1位から7位までいつも同じ順位なんておかしすぎる。 SA には理事長の息子もいることだしな。だからって不正なんか絶対にあるもんか。だったら俺と勝負して証明してみろよ。勝負？望むところだ。じゃあ決まりだな。こっちの条件は一つ、7位の辻竜と勝負させろ。勢いで受けてしまったが、竜は承諾したわけじゃないし。いや、でもこれは SA の勝負なわけだし。あ、辻さんのお宅ですか？私、同級生の花園と言いますが、竜くんは。あれ？あの、お前、めぐみだろ。すごいな、これは摩天楼だな。いや、マンハッタンだな。マンハッタンは違うと思うけど。いや、こんな高いとこ初めてだし。お、あれが車か、まるでゴマだな。ヒカリ、まあとりあえず座れよ。今お茶を入れるから。そこにケーキがあるだろ。あ、悪いな。しかし、ジュンとめぐみが一緒に暮らしてるとはな。いつもってわけじゃないさ。ジュンとめぐみの両親がコンサートで海外に行ってる時だけな。不安だって言うから。へえ。え、リュウ、その格好。リュウ、これ開かない、開けて。ほれ。うん、これか。夜寝るときな。お花くんね。風邪ひくぞ。すごい、リュウ、まるでお母さんだな。あの扉。ああ、動物たちの部屋だよ。見てみるか。そっち行くとなかなか帰ってこないし。光に見せるだけだよ。何の用だったんだ。話があるから来たんだろ。なあ、竜は勝負って好きか。そうだな、あまり好きじゃないな。そっか。
俺は SA にいられるならそれでいい。リュウ、どうして？いい加減にしてよ。一体誰なの？さすがにこうなると放ってもおけませんね。光？まさかあいつ。光！待てよ！お前なのか？ああ、何の話だ。それより勝負の方はどうなった？話はしたんだろうな、辻龍に。私じゃダメか？やっぱり七位のやつと俺を勝負させるのが心配か。そうじゃない、ただ違うんだ、龍はそういうやつじゃない。話っていうのはそういうことか。龍、勝負したいって言うなら直接俺に言いに来ればいいだろ。直接言ったら断るくせに。だからそいつを使ったんだよ。勝負といえばダボハゼみたいに食いついてくるからな。一つ聞く、音質を壊したのはお前か？お前か？だと言ったら。殴れば定額、言ったはずです。自重してくださいと。勝負受けてやるよ。いいのか、後悔。ただし俺が勝ったら二度と SA には手を出すな。分かったよ。大丈夫です。リュウは誰よりも SA を大切にしていますから。 SA を。始めるつもり？見てわからないのか？夕飯を作るんだ。今回の勝負は私のせいでもあるからな。龍が全力を出せるよう協力するぞ。家のことは私が全部引き受けるから、龍は勉強に専念してくれ。いや、気持ちは嬉しいが。お、できたな。とりあえず腹ごしらえのおにぎりだ。さあ。そうだ。じゃあ夕食は僕たちが作るから、ひかるちゃんは動物の面倒見てよ。いや、でも。あ、リュウリが勉強できるならいいんでしょ。まあ、それはそうだが。そうか、分かった。確か棚があるって言っていたな。これが鳥の餌と猿の餌で、これがワニの餌。ワニ？うわー、そんなにむやみに食べちゃダメだ。すまん、こんなはずじゃなかったんだが。そう気にするな、動物たちは結構光を気に入ってるみたいだし。いやいや、それは。光こそ腹減ったろ、さあ早く食べて。これ龍が？ああ、純也めぐみが作るより俺が作った方が早いからな。いや、だからそう気にするなって。大丈夫だよ、龍兄があんな奴に負けるわけない。いや、でもな、あいつ本当に SA を恨んでるみたいなんだ。潰す？ああ、ただ成績がいいというだけで贔屓されて、そんなのは絶対に認めん。 SA は俺が潰す。光は好きか？ SA のこと。
何言ってんだ、好きに決まって。でも特別扱いされるのは嫌い。光の気持ちはよくわかるよ。光は別に特別扱いされたくて SA に入ったわけじゃない。 K に勝つために入ってるんだもんな。でもな、俺たちには SA が必要なんだ。俺や純也、めぐみには SA が。ええ、そうです。お願いできますか。心配しなくてもいいよ。辻家はうちの会社には頭が上がらないからね。どうにでもなるさ。 SA が勢ぞろいか。これは光栄だね。で、勝負の方法は。それはこちらで用意させてもらった。勝負の公平を期すために、この僕が8000観光に眠るテストデータから選びに選んだ専門、これで勝負してもらおう。あんた誰？僕ですよ、みんなの愛するラブリー会長。さあ、じゃあ。でも専門なんて。そう、まさに地獄、名付けて地獄の専門ノックテスト。ひねれよ。制限時間は1時間。それでは。待てよ、まだ龍が来てないぞ。おかしいな、僕たちより先に家を出たのに。だけどもう約束の時間だろ。あ、もしもし、リュニー、今どこ？え、遅れる？ああ、どうしても今すぐ処理しろって仕事が入ってな。今から相手をしなくちゃならない。ジュン、そこにいる奴に伝えておいてくれ。サイガなんか使っても無駄だとな。リュニー、ヤヒロ？なるほど。勝負を挑んでくるだけ少しはマシかと思いましたが、こんな真似をしてでも勝ちたいですか？言いがかりはよしてくれよ。とにかく約束の時間なんで、俺は始めさせてもらうからな。待てよ、タキシマ。今は何をしても彼らに言い逃れの理由を与えるだけです。だからって。竜はサイガを使っても無駄だと言いました。彼は勝つつもりなんです。ああ、天才音楽家の子供に大金持ちのスポーツメーカーの社長子息、それだけで俺たちは。ちょっと、あと10分しかないわよ。いくらなんでもこいつは。何やって、大丈夫なの？なんだ、さすが SA の人間はいつも遊んでるだけあって時間にルーズだな。そうかもな。何やってんだよ、リュウ。問題用紙と回答用紙は別々だぞ。そんなことしてたら。連中の言う通りだぜ。専門の中身を丸暗記してから答えを書くつもりかい？ああ、まあそんなとこだ。何？バカな。嘘。龍がいつも7位なのは純と恵美が気になって自分のテストに集中できないからです。その心配さえなければ。俺が守るから。絶対に。それまで。10分で全部解いちまっただと。チキショー、ありえねえだろ。何を小細工しやがった。インチキに決まってる。ならもう一度やってもいい。ただしそっちこそ今度は何も小細工できないが、いいのか。チキショー。なあ、ケイ、ここで殴っても正当防衛だよな。おそらく。汚いやり方で二度と SA に手を出すな。いいな。いやいや。
本質壊したのって結局誰だったんだろうな。そうね、あれ以来壊されなくなったけど、もうどうでもいいかなって。光、どうしたの？思ったんだけど、竜が SA を大切に思っているのはここがすごく安心できるからなんだなって。しかし本当にたった10分で専門解いちまうとはな。おまけに全問正解ときたもんだ。竜が本気になれば光や K と肩を並べるのも難しくないかもね。うかうかしてられませんね、兄さん。滝島、なんだよ急に。マナー違反だぞ、ありえないだろう。それよりいいんですか、実力テスト、もう来週ですよ。忘れてないですか？もちろんだ、忘れるわけない。約束の方も忘れてないですよね。それでも忘れてない。それはよかった、とても楽しみです。頑張ってくださいね、兄さん。兄って言うな。どうやら決まりましたね。滝島、それでは約束通り、光の一日は俺がもらいます。季節は夏だね。夏といえばバカンス、バカンスといえばラブだよね。僕もお年頃素敵な恋がしたい。そういえばタトシ君に忍び寄る魔の手がと気になる言葉を残して、また次回。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。